品川。皆さんこんにちは。は品川ニュースの時間です。ではラインナップをご覧ください。トップニュースでは、伊東幼稚園開園50周年記念式典の話題をお伝えします。トピックスでは、スマイルシティ品川デー、精神保健講演会の話題を、その他ご覧の出来事をお伝えします。ではトップニュースからご覧ください。11月27日、伊東小学校の体育館を会場に、伊東幼稚園の開園50周年記念式典が行われました。同園は昭和46年4月に品川区で5番目の区立幼稚園として開園、伊東小学校に隣接して設立されており、小学生と園児の交流事業などを実施しています。式典では石出園長が子どもたちに向け、皆さんの立派な姿を見ておめでとうの気持ちが伝わってきますと式辞を述べました。の気持ちが伝わってきています。続いて浜野区長の挨拶です。これからの幼稚園の目標である、健康でたくましい子ども、考えて作り出す子ども、心豊かで思いやりのある子ども、この3つを目指して頑張っていただきたいと思います。その後、事前に収録した5歳児クラスによるお祝いの言葉と歌を上映。最後に5歳児クラスが演歌を手話で披露し、記念式典は終了しました。続いてはトピックスです。11月19日、大井競馬場で品川区の PR イベント、スマイルシティ品川デーが開催されました。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例年のイベントは見送り、品川区にちなんで命名したレースを行ったほか、レース直前には大型ビジョンで品川区 PR 動画を放映しました。11月22日、スクエア荏原で令和3年度精神保健講演会が行われました。テーマはコロナ禍のメンタルヘルス、気づき合おう心と体のサイン、ストレスにより自分たちの体にどのような変化が起こるのかを学び、ストレスへの対処方法などについて理解を深めてもらうことが目的です。ことをちょっとだけ思い出したらいいんじゃないかなということがあります。講師は筑波大学医学医療系災害地域精神医学の高橋准教授。PCR だって言われて、なんかちょっと聞いてて私も疲れちゃった時がありましたけど、新型コロナウイルス感染症とメンタルヘルスなどについて説明し、参加者はメモを取りながら聞き入っていました。仕事辞めちゃうような、その自分自身の気持ちもしっかり受け止めていくことが大切なんだなって思いました。次は子どもたちの話題など5つ続けてお伝えします。11月18日から20日まで、大井第一小学校で展覧会大井アートミュージアムが開催されました。今回のテーマは形と色に向き合うとき、全校児童が図画工作の時間に制作した作品を展示・鑑賞することで、子どもがお互いの良さを認め合い、より豊かな創造性を育むとともに、保護者の皆さんに学習の成果を見てもらうことが目的です。5年生は
作品展示以外にも造形遊び、流れる風を捕まえてと題して風が感じられるアート作品を制作したほか、区から一人一台ずつ貸与されているタブレットで自分だけの写真作品を作る取り組みも行われました。まあ、なんか作品というよりもやりながら楽しんでるところを感じれて、まあ、授業をまた見るのとは違う感じで、まあ、いいと思います。6年生はそれぞれ担当する学年の作品を解説する子ども学芸員活動を実施。作品のテーマやポイントを説明しながら保護者の皆さんをおもてなししました。話しかけるのはやっぱり緊張するんですけど、話してる時とかはいろんな視点が大人からの視点っていうか新しい視点が見られて面白いです。11月20日、南大井文化センターで子どもの主張発表大会が行われました。この大会は青少年対策大井第一地区委員会が主催。自分の考えを正しく相手に伝える能力を身につけてもらおうと毎年開催され、今回で32回目を迎えます。主張テーマは私の希望、僕の夢で、大井第一地区管内にある小学校4校、中学校2校から94点の応募があり、選考会で選ばれた12人が将来の夢や希望、学校、地域などで感じた思いを発表。今回は初めて YouTube でのライブ配信も実施されました。発表後は表彰式と公表が行われました。努力を積み重ねてきました。11月21日、第3日の小学校でサッカー防災ディフェンスアクションが行われ、地域の親子65人が参加しました。もう一枚、はい、チーズ。始まります。このイベントは品川区防災協議会大崎第一地区協議会が主催。サッカーを楽しみながら防災意識を高め、災害時に必要な知識や能力を身につけるプログラムです。ゲストはサッカー男子元日本代表の石川直弘さん。災害に備えての備蓄品リストを記憶し、備蓄品の名前を声に出しながらパスをするなど、防災の知識を学びながらサッカーボールを使った運動を行いました。またドローンの飛行実演のほか、消火訓練や AED 体験などがスタンプラリー形式で実施され、参加者は楽しみながらも真剣に取り組んでいました。11月22日、台場小学校の4年生を対象に子ども向け防災教育防災サイコロ授業が行われました。180キロ、270キロって大体みんなが。防災サイコロは出た目によって地震による被災時の状況が与えられ、各状況における適切な対応を子どもたちに検討させることで防災に関する主体的な視点の獲得を目指すものです。特別講師は防災サイコロを考案した一人であるエイブル山内株式会社の佐伯さん。 OK、 ありがとう。じゃあこれ答え合わせします。子どもたちは 4,5 人のグループに分かれ、サイコロの目で与えられた災害状況の中で何をすべきかなどを話し合いながら意見をまとめ、グループの代表者が発表しました。丸5番の今回の危険は商品棚などが倒れてくることが危険という意見でした。判断が大事なので、もうすぐに考えられるようにもっと頑張りたいって言います。自然災害は、止められないけど、自分たちでできることを探すために今日の授業があったと思います。11月27日、品川学習支援事業キャリア体験が行われ、ぐんぐんスクールの受講生6人が
明治安田生命保険総合会社品川支社を訪れました。お店の看板とか見たことがある方もいらっしゃる。この取り組みは子どもたちが自身の将来像を思い描くための情報提供と仲間や社員との交流を通した子どもたちのコミュニケーション能力の向上が目的です。説明させていただきたいと思います、ね、させていただきましたよ、ね、それから真ん中ちょっと下左ですね、今回は品川 CSR 推進協議会のメンバーである明治安田生命保険総合会社の協力で実施が発生する可能性をリスクということで、同社の社員がマイライフ人生100年時代を生きるをテーマに講義し、参加者は話に聞き入っていました。その他の話題を4つお伝えします。11月27日から12月5日まで池田山公園で紅葉のライトアップイベントが行われました。池田山公園の紅葉をライトアップするのは今回が初めてで、テーマは紅葉の宮かし。池田山公園を象徴するもみじの紅葉をより美しくより赤く彩るため、ライトアップによる光の演出が実施され、光空間が創出されました。また園内6カ所にお香を配置し、視覚だけではなく嗅覚でも楽しめる空間を演出しました。11月28日区役所で落語で防災不燃化セミナーが行われました。このセミナーは品川区と東京都の共催、落語で学ぶ相続と不動産をテーマに、分かりやすく建物の不燃化について学んでもらおうと開催されました。講師は行政書士として活躍しつつ、落語で相続や不動産について講演活動をしている心亭九茶さん。相続と不動産などについて落語で面白く解説したほか、品川区の不燃化特区支援事業と自分の家は自分で守ることの大切さについて話すと、会場の皆さんは熱心に聞いていました。11月21日大井町駅前中央通りで大井どんたく祭り秋が行われました。このイベントは地域の三商店街が主催、今年で67回目を迎える大井町の恒例イベントですが、今回は新型コロナの影響で秋の開催となりました。ステージではライブコンサートが行われ、歌手の南吉高さんなどが出演。また品川区のプロスポーツクラブ品川シティフットサルクラブによるフットサル体験コーナーが設置され、たくさんの子どもたちが参加していました。品川水族館では12月25日まで品水のクリスマス2021を開催しています。トンネル水槽では2年ぶりにクリスマスの装飾が復活、24日25日限定でサンタダイバーが登場します。またイルカ、アシカ、アザラシの各ショーをクリスマス仕様で行っています。蛍光サンゴが織りなすイルミネーションのようなクリスマス水槽や、電気ウナギの電力で点灯するクリスマスツリーなどもありますので、品川水族館でクリスマスを楽しんでみてはいかがでしょうか。今回のニュースは以上です。引き続き品川ホットホットお楽しみください。